世界の主要造船国の手持ち工事量も日本は圧倒的。第2位のスウェーデンの3倍半。日本の造船業は世界の海上交通を支えているのだ。経済成長につれて昭和49年までに国内の新造船の必要量は増大し、現状では2800万トンが予想される状況だという。そして同時に船の大型化も急速に進んでいる。昭和45年9月に長崎の甲焼島で起工式が行われた三菱重工の新鋭ドックは100万トン級と言われている。このほか呉には80万トン級のドックが考えられており、日立造船の有明工場、川崎重工の坂出工場、佐世保重工の新工場など大型の新鋭ドック建造計画が目白押しに並んでいて、造船世界一はますますその力を伸ばしていくだろう。ところで航路も陸上交通並みといわれる現在、大型船の安全はどうなのだろう。平本教授は、大型化になりますと一旦事故が起こると確かに大きな災害が起こるということはあります。衝突なり座礁なり、何でもその事故というものは積数に比例しますから、その意味では大型化によって事故が減ってくると。そもそも狭い湾内に船が入ってきていい限度ってものはあると思うんですね。そうするとやはりパイプラインによるかなり長距離の石油輸送の問題だとか、そういう問題と合わせて考えていくべき問題だと考えているんですが。